はい、全陽堂山本整骨院関口です。今回はリバウンドが起きてしまう原因についてご紹介いたします。リバウンドはダイエットの最大の敵とも言われています。確かに頑張って体重を減らしてもダイエット後にまた太ってしまったら意味がありませんよね。逆に言えばリバウンドを防ぐことがダイエットの成功の鍵とも言えます。では皆さんはそもそもリバウンドとは何かご存知ですか？ダイエットにおけるリバウンドとは、ダイエット前の体重に戻ってしまうこと、あるいはダイエット前の体重より増えてしまうことを言います。日本人のダイエット経験者のうち約6割の方がリバウンドを経験していると言われています。リバウンドを繰り返すことによって筋肉量が減ってしまって脂肪が蓄積しやすくなってしまいます。そのためダイエットを成功させるためにはただ体重を減らすのではなく、リバウンドになりにくい体作りを目指す必要があります。リバウンドは体の防御反応の現れで誰にでも起こりうるものなのです。体重が減少すると脳は生命が危機にさらされていると判断して体重を元の状態に戻そうとする働きをします。特に短期間で体重を大幅に減らした場合や極端な食事制限を取り入れている場合はその傾向が強くなります。これがリバウンドという結果につながってしまいます。しかし防御反応を抑えてリバウンドを防ぐ方法を知っていればダイエット後も理想のスタイルを維持することができます。ダイエットで体重が順調に減っていてもある時期になると突然体重が変化しなくなる停滞期に入ります。停滞期もダイエットに伴う体の防御反応の一つになりますが、この時期にダイエットを諦めてしまうとリバウンドしやすいと言われています。停滞期はダイエットを始めて1ヶ月前後または体重が 5% ほど減ったタイミングで現れやすいです。例えば体重が50キロの場合 2.5 キロほど減ると何をしても体重があまり減らない時期が来ます。体重が減らなくなるのは体を一定の状態に維持しようとする機能の影響です。停滞期は健康な方であれば誰にでも生じうる現象になりますので、停滞期イコールダイエットの失敗と捉えるのは間違いになります。停滞期には急激な体重変化に対応するために体が省エネモードになっています。また栄養が吸収されやすく脂肪が蓄積されやすい状態になっているため、この時期にダイエットを諦めてしまうとリバウンドしやすくなってしまいます。停滞期は減量後の体重に体を慣らすための大切な準備期間になります。痩せるために必要なステップの一つと割り切り、焦らずにダイエットを続けましょう。はい、いかがでしたか？停滞期に入りそれがリバウンドと思ってしまうとやる気もなくなってしまって、それこそがリバウンドの原因となってしまいますので、諦めずに根気強くダイエットをやっていくと成功への道が切り開きますので、頑張って継続して行うようにしましょう。はい、この動画が良かったという方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと当院のホームページや LINE の登録が下の概要欄から登録することができますので、ホームページの内容を見たり LINE を登録することで毎日健康ニュースを配信しておりますので、ぜひご登録ください。はい、本日も動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。